はい。Welcome back to my channel! って英語で言ってみました。はい。お帰りなさいませ。次は、大きい方です。大きい方楽しみだな。小さいのすごい良かったから、これもすごい期待しちゃうね。はい。では、開けますよ。これもなんか、なんかに使えそう。お買い物とかに使えそうだよね。ドキドキする。やばいね、やばいね。はい、では行きます。3、2、1。うつだったらどうしよう。もったいぶるなってね。みんな見える？やばくね？色いい感じだね。やばい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 。ごめんなさい、おかしい人みたいなので。もうあの中は空です。おー、すごいこれ。これさ、2、3年前とかにさ、結構定価だとめちゃくちゃ高かったやつじゃなかったっけ。やばい、袋から出すよ。うわ、やばいやばい、めっちゃかわいい。やばいやばい、うわやばい。いや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 、これ今までの中でやばい、一番当たりだこれ。見て、やばくないこれ。やばくない、やばくないこれ。嘘。これいくら？うわ、おおお、やばいやばい、大当たり大当たり大当たり。嘘。倒れそう、過呼吸で倒れそう。これ、あー、またなんか入ってるわけないよね。あ、もう一個あった。邪魔でーす。やばいやばい、興奮した。いや、これ、今までの中で一番興奮してる。あ、こういうベルトが、やっぱいつも通りついてるねーと。やばくない？やばくない？やばくない？これやばくない？やばくない？うるさいよね。でもやばい、やばいやばい。ほら、中見て、中。うおー、相変わらず収納も万能です。私これのね、黒持ってるの。黒。これよりもうちょっと大きいやつで、でも、確かルック系にしてた。これもリュックになる系？これちょっと調べないとわかんないわ。あ、なるなる、リュックになるやつだ。ここ通すんですよ、ここ。ここ通して、リュック型になるやつ。ハンドバッグにもなるし、ショルダーにもなるし、リュックにもなるの。ちょっと持ってるやつ持ってくる。ちょっとそれと比較しよっか。はい、持ってるやつ持ってきました。これが、福袋のやつね。ここに置いとくね。これです。ちょっとね、ビジネス用に、買ったんですよ。で、確かこれ5万いくらとかだったかな。結構ね、高かったの。で、私ね、結構リュックタイプが好きだから、これを、リュックとして、こう、背負って使ってたんですよ。ね、すごいね、これ。頑丈。長持ちする。靴下入ってた。これの、ちょっと、一回り小さいサイズだね。やばいでしょ、これ。かっこいいでしょ。はい。いやー、これすっごく嬉しい。欲しかったの、ちょっとね、もう少し、これより小さいやつ欲しかったんですよ。で、しかもこういう可愛い色。いやーん、ありがとうございます。大事に使います。っていうか、もったいなくて使えない、これ。カホにします。はい。で、こちら、お値段ですが、これ高いんだよ。なんとなんと、45,000円。やばくね？税別45,000円だよ。え、福袋2万円だからその倍以上だよ。やばくね？さてと、3つこれ入ってるね。3つ入ってる。なんかまた、何これ？トリル。
スリル。皆さんこれどういう意味かしら。英語得意な人お便りください。イギリスに住んでたくせにね。あのなんだ、ワッペンか、ワッペンだ、ワッペン、またワッペンですよ。まあちょっとこういうのは私ね、使い方がわからないからね、ちょっとネットで調べてみようと思います。はい、ラストです。まあ大きいのがちょっと見えちゃったから大きいの先にやっちゃいましたけど、カバン、ワッペンでこれですね。これもパスケースかな、パスケースっぽい。これはでは開けます。閉めるなってね。いきまーす。じゃーん。はーい。いや、これもかわいいわ。はい。皆さん、ご覧ください。パスケースでーす。パスケースでーす。あー、これなんか、え？これなんだろう？お猿さんが、お猿さんが映ってるよ。これはかわいいわ。やばい。今年も大当たりでしたわ。大当たり、大当たり。いやー、ここね、ここね。で、ここ、うん、ここどうなってんだ？あ、ここになんかいつも通りなんかあの、スイカとかなんか入れるところですね。これかわいい。なんか夏っぽい。トロピカルな感じですよね。おー、いいんじゃない？いいんじゃない？中もまあまあ、なんかあの、サマンサっぽい感じの革っていう感じの色ですね。いやもう心臓バクバクですよ。はい、こちらのお値段は8000円です。8000円。いや、かわいい、かわいい。ちゃんとチェーンもついてるしね。チェーンもついてて、ここにも入れられるし、ここもなんか2箇所カード入れるとこがありますね。まあ、あとこ、あ、3箇所か、ここにも入るから、こっちに、あ、4箇所だね。ここにも入るね。はい、こんな感じでございます。あ、こう、あ、両方なんだね。ここも見えるとこだし、ここも見えるとこ。まあ、定番ですね、これは。すごく、いやー、最高ですわ、これ。で、8000円になります。なので合計5万3000円、4万5000円のバッグとパスケース合わせて5万3000円になります。2万円の福袋で5万3000円、すっごくない？これ、大当たりっていうか、これ大当たりだからね。大当たり。みんな何当てた？みんなのすごく知りたいから、ちょっとみんなの見よう後で。では早速計算入っていきます。全部税別でいきますね。3万円の福袋、2万円と1万円で3万円の福袋で、ちょっと、私計算が苦手なので、電卓で、しかも子供たちのお買い物ごっこの、レジ電卓を持ってきました。はい、じゃあこれまず大きい方からいきますね。合計金額が4万5000円。もうこれでかいよね。足す、こっちのお財布が1万8000円。足す、パスケースが8000円。足す、で、こっちが1万1000円。すごい！見て！開いちゃった。ほら！ 8万2000円。8万2000円相当のものが3万円で買えちゃったんですよ。やばくないですか？いやー、すごい。もう今年大当たりです。今年も大当たりです。サマンサタワサさん、ありがとうございます。友達のお母さんにね、
あの、サマンサタバサがあなたにお礼を言うべきじゃないのとか突っ込まれたんだけど、でもそれでもこういう素敵なものをね、すごい少額を払って、こんな高いものを入れてくれたことは、やっぱ感謝しかないので、もう本当にありがとうございます。では、本日はこれにて、福袋動画は終了とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、高評価お願いします。まあ、今後も福袋はまた来年になりますけど、福袋以外のものも気になるなぁと思いましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。では、ワレイコンサラーン、バイバーイ。